お疲れ様です。今日は変態なんとか仮面の現場で久々の塗装だな。あ、そう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 。もう全然やる気しんわ俺。申し訳ない。少々皆さん。職人歴20年？7年ですね。ん？27年。43歳蛇年。さすがの変態仮面さんが今日は。まあ、たっぷり教えてくれますんで、じゃあ一つ一つやっていきましょうか。じゃああと俺下で待っとくんで。下で？嘘。ちなみに今回はクリーンマイルドシリコンの付け加減のクリーンマイルドシリコンな。シリコン、うん、お、新品のローラー使う。あ、そうそう、少しね。新しく出た。お、何それ。あ、新しく出た。ほんとだな。ハゲが新しく出した。嘘。あ、サイズが、サイズがこれもっと大きいやつか。ただの棒だったもんな。そうそう、棒のやつは棒なんですよ。うんうん。何が違う？あの、大きさが変わるんですよ。何の？これ6インチなんですけど、うん、これ 6.5 で、7になると重たいんで、うん、その間が出たもんで。あ、 6.5 っていう。そういうことな。7インチだと、あ、こうやってやっとると手に疲れるもんで、うん、ここが。そうそうそう、ここがちょっと長いんですよ。あー、6.5 だとちょうどいいんだ。ちょうどいいかもね。ローラーはなんてやつ使ったんですか？え、ローラーなんて。あ、マイクロファイバーですね。マイクロファイバー。まあ、ちなみにこれ中塗り終わって上塗りの状態やな。あ、これ中塗りですね。あ、これもう中塗り終わったから。いや、終わってないです。え、下塗り。これこれ下塗りですよ。下地だよ。下地ですよ。なんで下地なんか。だってサーフじゃない。あ、サーフじゃないです。なんだ。シーラーです。あ、シーラー塗ったんだ。シーラー。あ、そういうこと。あ、一発目にシーラー塗ったんだ。一発目シーラー塗ったんだ。また視聴者に戦われるから、社長何も知らんのかって。いや、俺の現場じゃないな。俺の現場だ、知ってるから。シーラー塗って、あ、そういうことな。結構外壁状態いいじゃん。状態いいんですよね。あの、ガサガサだったらまあサーフ。だよな。サーフ結構大きいですけど。ただ、僕はめちゃくちゃ狭いんで、うん、サーフ持ってけんもんで。あ、そういうことな。糸管が入らんもんで。うん。あれシーラーの方がいいわ。そう、シーラーも早いんで。うん。それハケってちっちゃいローラーって3つ持ってやる。3つ持ってやるんですよ。いつもはぁ。あ、後で回るとかじゃないんだ。あ、もう一緒に行っちゃう。後で回る子もおるだろ。後で回る子もおるって。うん。一緒が早い。一緒が早いです。はぁ、それは何、やっぱ27年の技術。技術っすよ。なんかいろいろもう絶えずなんかいろいろ考えてやっとる。あ、そう考えてやっとるんですよ。こうやってやった方が早いかなって。こうやってやった方が早いかな。次さ、次来た時何言うかなって。YouTube？ 何言うかな、大したこと言わないよ。ああ、そのちっちゃいのを持つんだ、絶えず。絶えず持つんだ。はあ、すごいね、やっぱ。もう、トイとかも本当に消えてるもんな、お前。あ、この服やってたら多分時間かかる。まあ、そうだよな。早いよ。まあ、早いだけで、ノーじゃないもんな、職人は。あ、そうだね。どれだけ綺麗な仕事を早くやるかだもんな。よく一般の方はその下塗りと中塗り上塗り3回ちゃんと塗ってないんじゃないか、だから早いんじゃないかとか言うけど、まあ、実際に外壁塗るなんて本当もう1日で終わっちゃうもんな。じゃあ今日中塗りもぐるっと行ってきちゃうだろ、一人で。あ、もう狭いとこ終わっとるんで、3目しか残ってないんで、うん、もう余裕で1日で終わっちゃう。余裕で終わっちゃう。何時ぐらいに今日終わっちゃう。で、朝からやってるやん、うん、もう2時ぐらいにはもう2時ぐらいに終わっちゃってる。だって本当は中塗り上塗りの1発2発3発をちゃんとやっとるかやっとらんかっていうよりも、もっと細かいとこきちっとやってるかどうかだよな。あ、そうそうそう。目に見えんところとかな。ひどいやつは下塗りと結構いい加減に、いい加減に、まあ、塗るだけサササって塗ってきゃ早いでな。ローラーしか使わないやつおるもんで。そういうことやな。ハケ入れてなんとかだよな。ハケ取らない人おるんで。そういうことやな。これは視聴者の皆さん、中塗りって言って同じもの、まあ一般の塗装職人さんだと大体知っとると思うんですけど、中塗りってもう一回同じ色で塗るじゃない。でよくなんか今塗装屋さんでよくあるのが中塗りと上塗りをちょっと色変える大手とかもそういうことやり始めた。ああ、まあ、つけるだろう。つけるっすよ。なあ、まあ、あんまり本当は色変えるのよくないですよね。で色変えで、うちでもなんかどっかで覚えてきて色変えますとか言ってるけど、まあ後で損だよな。チョーキングしてきたら外気が薄れてきたらまだらになっちゃうよな。まだらになっちゃうんで、なんで2発塗るってそれだけの厚みをないと劣化して十何年持たないよって言っとるんだから。それで多分サイクルが短くなっちゃうよなあれ。なんであれ余計やるのもあるかな。ただ10年でもう下地が出てくるじゃん。あ、もう違う色がな。出てる。普通10年って言っても12、3、15年とか持つやんな。それは持つんですよ、うん、持たなくなる。持たなくなる。持たなくなる。中塗りに違う色に言ったらな。こうやってでもハケから全部拾っていくもんね、やっぱり早いな。まあ、二度でも嫌いなもんね。ああ、ま
確かにそうだな。そこだけ重なっちゃうよな、うん、乾いて感じで。あ、乾いた感じとかある。あ、話しやん。年数経った時に分かるんだよ。あ、そういうことな。よくジョイントが濃いとこあるじゃないですか。あ、あ年数だと10年とか7、8年だってあるよな。あるんですよ。出とるな。あそこだけなんで濃いんだっていう。足場の線が出てるな。あ、そう足場の線で分かっちゃう。大きいとこなんか特にそうだった。あ、そう。ああ、それは便利だわ。そういうとこな。全然小さいローラーじゃん。そこ入らんもんな。入らん。押さえるもんで、手、潜っちゃうと思ってます。あ、どうなると、あ、潜っちゃうってことか。そう、テープにするのが入ってる。押さえちゃうもんで。押さえちゃうもんで。なんで、もうあの、ハケで、やると、くぐらんでいいよってことか。そうなんだ。早いわ。あんな仕上がりもいいわな、そりゃ。まあ、後で拾わんもんな。このまま、みんな出たらもう終わりだ。なんかお前、全然違うな。顔見て、職人の子乗っとるで、もうさっきのバカに。それ恥ずかしかったんだよ。俺、子供が見たら感動するぞ、お前の動画。あんなアホなお父さんが職人の顔やってちょっと、お前意識して、ちょっと。アホな。アホなお父さんだと思ったけど、仕事中違うなって。うん。納得いく？納得いく。今ちょっと動画っぽく言ってたろ。やっぱあれじゃん、塗装の職人ってずーっと黙々とチームプレーが苦手なやつが多いよな。ああ、多いっすね。うん、チームプレーが苦手なやつが多いけど、やっぱこうやって一つのもんずーっと塗って、丁寧な仕事と足場ってどっちかっていうと、スピード求められる仕事っていうのもあるもんで、ね、同じ職人ではやっぱ全然違います。求められてるもんな。違う、うん。こうやって見とると、本当にお前の仕事ぶり見とると、俺ももう好きなんだろうな、多分な、これずっとやっとるのは。これ便利ですね。ああ、本当に便利だ。その2インチローラー結構使うね。使う。こうやってわざわざこうやってやってるよりか、うん、一発でそのままっていけるんだ、はい。これ研い塗るとき便利なんですよ。2は。ああ、そう。縦取り。ああ、そう。あのローラーの柄もそんな出ない。あ、一発目は出ないです。大きいやつだと。ああ、そういうことだ。あ、一発目で？一発目は柄出ないんですけど。二発目で若干ローラーの目が出る。そこは何で2インチローラーですか。隙間入らないです。あ、隙間、その隙間な。そこまでちゃんと入れようとしたんだ。この隙間入らないですよね。あ、下にあるか。でも職人の仕事もやっぱ見とると見とれてくるな。ほんとな。だからもったいやつの仕事見とると見とってもイレイやイレイらしいけど、もっと変えてった方が入んちゃうんやろ。ああ、手際が悪い。
これ入ってる。入ってます。もっとこっちも。近いですよ。近い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 。さすがね、初期の時の顔色が全然違うね。まあまあ、仕事する時はまた別人になるし。クイーン。まあ久々にね、真面目な動画になっとるんで、ちょっとまああんまり塗装職人さん向けの動画になるのかなと思いますけど、まあ実際やっぱ独立するってスピードだけじゃんね。だから一手間二手間がね、やっぱ大事だと思う。本当にやっぱお客さんも見とってわかるしね、で職人も見とってやっぱわかるし、まあそんな感じです。まあ今日はちょっと真面目な動画なので、俺のふざけた言葉で動画の濁すと俺が叩かれるの嫌だもんね。今回はこれで終わろうと思います。チャンネル登録でいいねお願いします。なんかやったそうだった。いやいや、また見てー。